な。硬いからないか醤油かけて食べるもんばっかりだ。それ何いるの？何？あっち、あっち。これ？うん。これ別にこのまんまに。今日寒いよね。うん。本当のあの人、誰だかは知ってた。赤い服着たの。あの4区のあの人だよ。ダンスする人。ダンスする人。ダンスする人。赤いの着て出した。65歳以上の高齢者全員に2回接種する分のワクチンを自治体に配送を完了できる、そういうスケジュールで、ファイザー社から供給を受けるということが、大枠の合意でございます。ワクチン、河野大臣はただし承認が大前提だと思います。受ける受けなかった。からもしこれからいろいろなそういうの出てきたら受けとかになったらダメかもしれない。私がいつまでもと申し上げる必要はないと思いました。また医療従事者を対象に始まった先行接種について見せるかでやる。うん、痛そう。痛そう。順調に進んでいる。現時点でアナフィラキシーなどの重篤な副反応の状況はないと述べました。今日の東京株式市場は25日のニューヨーク市場での株価の大幅な下落を受けて、取引開始直後から売り注文が膨らみ、日経平均株価は一時900円以上値下がりしています。今日の東京株式市場は弾いたようにして降ってくる。今日降っとるよ、ずっと。昨日の終値に比べて、一時940円余り値下がりし、再び3万円を割り込んでいます。その後は、投資家が割安と見た銘柄を買い戻す動きも出て、日経平均株価は昨日の終値より722円10銭安い、29,444 円17銭で午前の取引となりました。市場では住宅ローン金利の目安にもなる。今日女性席さんの長期金利が上昇し、今日午前の取引で一時 0.175% をつけました。日銀がマイナス金利政策の導入を決めた2016年1月29日以来5年1ヶ月の水準です。株価急落の発端になったのはアメリカで起きた長期金利の急激な上昇です。巨額の財政出動を伴う追加の経済対策やワクチン接種の本格化でアメリカの景気回復への期待が背景にあります。ただ今日の東京市場では長期金利の急ピッチな上昇が
金融市場の不安定化を招くことへの警戒感が高まり、株式を売る動きが一気に広がりました。市場関係者は今後も長期金利の上昇が続けば、これまでの株高の傾向に変化が生じる可能性がある。国内の長期金利は依然低い水準ではあるが、日銀がどのような対応を取るかに注目する投資家も多いと話しています。イカ高いんだよ今。栃木県柏市の発生から5日となりますが、空気が乾燥した状態が続き、消火活動は難航しています。週明けまではまとまった雨も降らない見込みで、市は引き続き305世帯に避難勧告を出しています。雪あればこれで違うんだろうね、山もね。雪ないからどん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 映ってる。また住宅地の車には灰のようなものが降り積もっているのも確認できます。自宅の壁などに水をかける人もいました。骨がだんだん下がってますね。命が一番大事ですけどね。本当に家も心配ですよね。みんな道あるもんね。栃木県足利市で発生した山火事は延焼が続いています。自衛隊や消防が消火活動を続けていますが、今日午前8時には避難勧告の対象が拡大され、合わせて5世帯となりました。午前8時の時点で避難所には合わせて6世帯11人が避難しているということです。市によりますと、この時に火事によるけが人はいないということです。宇都宮地方気象台によりますと、栃木県内は今日まで11日連続で乾燥注意報が出されていて、週明けまではまとまった雨も降らない見込みです。人口の投資は立っていないということで、消火活動が難航しています。アメリカのバイデン政権は、最近のアメリカ軍などへの攻撃を受けて、シリア東部でイランが支援する民兵組織に関連する施設を空爆したと発表しました。アメリカ国防総省のカービー報道官は25日声明で、バイデン大統領の命令に基づき、イランが支援する民兵組織に関連するシリア東部の複数の施設を空爆したと明らかにしました。シリアに隣接するイラクのアルビルでは、今月15日アメリカ軍が駐留する基地の近くに複数のロケット弾が着弾し、兵士らが怪我をしていて、声明ではこうした最近の攻撃に対する措置だとしています。また声明は、バイデン大統領はアメリカ軍や有志連合の兵士らを守るために行動するとしています。空爆についてオースティン国防長官は、イランへの対応をめぐって、バイデン政権は核問題などでは協議に前向きな姿勢を示している中、難しい舵取りを強いられることになりそうです。政府は今日の閣議で、男性の育児休業の取得を促すための法律の改正案を決定しました。政府は男性の育児休業の取得率を2025年までに 30% にすることを目標に掲げていて、女性の負担が特に大きい出産直後に男性が育児休業を取りやすい環境を整備しようと、関連する法律の改正案を閣議決定しました。改正案では、子供が生まれてから8週間以内に合わせて4週間の休みを2回に分けて取れるようにすることや、その後もこの休みと合わせて最大4回育児休業を取れるようにして、継続して育児を担えるようにすること、それに大企業に育児休業の取得率の公表を義務付けることなども盛り込みます。育児休業、出産直後に関して、女性の母親の方々も非常にですね、不安があったりでありますとか、男性がですね、育児休業を取っていただいて、夫婦でですね、子育て参画いただくと、育児に参画いただくということが非常に大きな意味があろうと思います。人員をやってる人だったら当たらんべさ。
これ会社員だったら分かる。会社員はいいけど、自分で営業は自分で調節しなきゃ。普段それ食べない柔らかいよね。か年間だもんね。これすごい柔らかいね。噛み切れる、うん、食べれるよ。冬型の気圧配置が続くと、岩手市では記録的な大雪となりましたが、さらに明日にかけて大気の状態が不安定となり、日本海側でまとまった雪が降るとしです。おじいさん岩見沢に住んでたら大変なことになって、道路脇の雪が山のようになり、車の高さを超えています。車の時代がやっと通れる道、スコープや除雪車を使って自宅や店の前を除雪している人の姿が見られました。でも、そうでしょう。少しだから疲れて大変です。早く雪が降らないようにしてほしいですね。雪が降らないようにしてほしいとかって思うだろう。北海道にいる限りは無理だ。こういう屋根の雪を下ろす人いなくてね、大変なんだった。朝しかの方大臣昨日本当してもらったら、1万5千取られたと。ちょっと出だせって全部じゃなくて、全部じゃなくて、ただガーッと出たとこね。いつもうちら車止めるさ、あそこ横道路、顎の屋根のとこ。それでそんなに取られんの、道路に崩れてできたあれだから、それを投げてくれて、その雪の質にもよるんだって。その雪の質によってね、値段変わるんだって。屋根に雪下ろしてバーンと閉まってね、あれしたら投げるの重たいからね、お金高いんだって。1時間4万ぐらいになるらしいよ、だんだん、今1万5000円から2万円。そういう人いないんだった。40代ぐらいに人来るって。夏場仕事してると兼業にしと、冬仕事ないからそういう調節するらしい。だけど人が足りなくて大変だったよ。2週間も3週間も待たされる。そんなに待たされるの？だって何件も売るってもんでしょ。だからそう簡単に、はい行きますって言わないんだ。JAXA 宇宙日本食に使用されるのは初めてだということです。
カ食べないの、うん、俺が食べる。これ美味しいね、うん、これはいらない、それはいらない、それはいらない、うん、食べた。リカ好きなのやね。なんか噂にならんかった年子が今度も暑すなって年いったね。100万あれした時だったらすごいよね。家族で 100万ぐらいもらったらさ、10万の時、はい、7人もいて、ここ奥さんと旦那だったら90万、100万、うん、すごい怖いです。すごいそこの小林さんだった。うん、しました。そこにしたいっぱい家族いたから。ごちそうさまでした。イカと刺身は残してますね。ちゃんと食べないとダメですよ。はい、ごちそうさまでした。